はい、どうも。はい、よろしくお願いします。ピースでございます。よろしくお願いします。別にこびなくていい。いや、大丈夫です。こびないって別にこびてるんじゃないですか。こびてるでしょ。いつもこのツッコミどうかなと思いますよ。じゃあ、なんでツッコむんだよ。いやいや、俺も間違いだってことだけ言ってくれればいいんですよ。分かってんだよ。お前、一目見や間違えて分かってんだろ。そうそう、だってピースって言ってことこびてるでしょ。じゃあ、喋ればいいでしょ。なんだお前のその態度。喋りゃいいじゃないの、じゃあ。9月の17日から19日の3日間。はい。吉本ワンターキャンプ関西ラフ&ピース2011が開催されます。まあみんなで笑いでね、みんな笑いでつなごうテーマに、在阪民放5局と吉本興業がタッグを組み、はい、京都、大阪、神戸という広範囲で繰り広げられる、はい、東日本大震災の被災地へのエールを込めた大規模なイベントでございます。はい、まあ東京でもやったんですけど、やりましたね、もう確実に本当に手応えというかね、ある種のそのエネルギーの塊みたいなのを感じましたね。でやっぱその大阪って言ったらやっぱりそのお笑いが盛んなとこですから、本場と言われてる。ここでね一気にガッと盛り上げて、でやっぱこのエネルギー、楽しむエネルギーみたいなものはそのままね、東北の皆さんにパッとつながるんじゃないかなと思います。そう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 。だからそういう自粛ムードとかそういうのを抜きにしてね、いや、もう楽しめるときはもうとことん楽しみましょうと。と思いますけど、まあ、はい、我々もやっぱり行っても、はい、まあ、去年のめちゃイケオーディション以来仕事が引く手余ったですから行っても今回のこのワンダーキャンプ関西、はい、相当な回数、まあ出る、出演することが決まっております。はい、出演数は2つってことで、いやいや、もう恥ずかしい、もう2つって言い切んねん。まさかの2つですよ、本当に。ここから増えるかもしれないって言ってたから。わざわざ呼びます、関西まで我々を何ですか、おじさん、我々というのは、はい、9月の17日、京橋花月で秒殺、一夜限りの京橋秒殺革命噛むねー、カミカミエブリデーですよ、ほんとに。じゃあもう一度いきましょう。はい、9月の17日、大丈夫です、編集しないですから。ノー編集、このまま流しますけど、いきますから。9月の19日、梅田赤楚ダイナマイトバカソウル。そうですよ、やるんですよ、ついにダイナマイトバカソウル、なんと関西進出。はい、まあいつもね、音楽、忘れられないのが、ダイナマイトバカソウルのね、沖縄でやったんですよ。はいはいはい、あれも地震の直後でね、本当にやっていいのかどうかっていうのをね、悩みながら我々も一緒にステージに出ていったんですけど、会社のスタッフさんもそうですよね。あの時の会場の一体感っていうのがね、やっぱりすごく一つのエネルギーの塊になったと思います。はいはい、でだから今回その関西でね、やること絶対意味があると思うし、このいわゆる関西が一つになって、東北地を、そして日本中に笑顔と元気を届けるということですから、このダイナマイトバカソウルはね、ほんとぜひとも皆さん足を運んでいただきたい。はい、なぜ僕がダイナマイトバカソウルしか宣伝告知しないかというと、秒殺には僕は出ませんいや、それはしょうがない、僕が出るみたいな感じ言ってますけど、僕は出ません。ギャグ持ってないんだもん、だって。いや、ないけど、でもやるよ、猪木のオナニーとか、こういう猪木のオナニーっていう一回もネタ見せ受かってもないけど、三つ子っていう猪木のオナニーでさ、笑う人ってもう俺ぐらいしかいないでしょ。はい、そうでしょ。ギャグはないです。はい、すいません。で、じゃあしょうがない、これギャグのイベントなんだ。なんかギャグちょうだいよ、一個ちょうだい。それが最後締めて、それでいきますから。はい、あ、俺ですか。一個ちょうだい。やっぱそれはどうって、ギャガーだから。秒殺出てるギャガー、ギャガーってのはこんぐらいだってのちょっと見せてくださいよ。わかりました。じゃあいきますよ。カメハリウッド版はこけましたけど、空調の音が聞こえたね今俺の耳がおかしいのか、空調の音が聞こえたよ。聞こえました。笑い声聞こえた。聞こえなかったですけど、これはもうしょうがないですけど。だって人が一人もいないですか。人が一人もいません。いるよ、そこに。いません、いません。そこいるよ、人が一人もいません。1、2、3、いるよ、いるよ。人が一人もいませんから。もう全然笑ってないよ、この人。大丈夫、人が一人もいなかった。本当に大丈夫です。笑い声はあったのか。ないの。とりあえず9月17日、京橋花月で秒殺、9月19日、梅田赤楚でダイナマイトバカソウル、9月18日は我々、はい、2人でナンバー花月の周辺のたこ焼き屋にいると思いますんでそれ、わなかだな、もうほとんど塩たこ焼き、皆さんよかったら一緒に食べましょうということでございまして、皆様ぜひともたくさんの方、来ていただけるとありがたいと思います。はい、これ何、これこれ、出るんじゃないですか。出ないよ、そんなの。あ、出ないですか。編集しないっつってんだからさ。来てくださいね。かぶってる。ハリウッド版はこけました。